10日には自身のインスタグラムに初めてブリーチをしましたとミルクティーに染めた髪を公開したが、次第に色が落ち、チェコオープンの時には金髪になっていたと。ネットではスーパーサイヤ人と言われて、そんな予定ではなかった。仕上がりが9、10レベルなのに、もうどう考えても14、5レベルぐらいまでぶち抜いて、もう色を見ると根っこからもうまるっきりドブリーチなんです。ダブルカラーは失敗だと思います。C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はなんと見えないですね、 WHG ホテルズ木更津ワシントンホテルにいます。なぜかと言いますと、あ、今日はですね、11月の22日です。なぜかというとですね、今日の朝10時からものすごく大切なセミナーがありまして、ここまでですね、うちから来るとやっぱ朝は3時間かかるのでちょっと厳しいなということで、時間が読めないですね。渋滞とかしてると本当にいつ着くかわからないので、全泊させていただきましてセミナーに備えています。もうすぐ出かける時間なんですけども、動画撮らせていただきたいと思います。今日はですね、何についてかというと、卓球の平野美宇さん、ちょっとネットとか見てる方だったらわかると思うんですが、もうド金髪になっている平野さんを見たことがあると思うんですよね。実はですね、それはですね、ここにまずニュースが、書いてあるんですけども、平野美宇、金髪で帰国、スーパーサイヤ人と言われた、今後はもっと清楚に、ということで記事を読んでみますと、8月27日の記事なんですけども、8月10日には自身のインスタグラムに初めてブリーチをしましたとミルクティーに染めた髪を公開したが、次第に色が落ち、チェコオープンの時には金髪になっていたと。ネットではスーパーサイヤ人と言われて、そんな予定ではなかったと苦笑いしたって書いてあります。今後は前の色に戻りたい、もうちょっと清楚にしようかなと思いますと、脱金髪を誓ったっていうふうに書いてあります。でですね、これをですね、平野さんのインスタを見ていくと紐を解けるんですけれども、まずですね、8月の10日にブリーチをしてミルクティー色にした画像っていうのをちょっと貼り付けます。こんな感じですね。すごい可愛いですよね。ものすごく綺麗な色で、まあ赤みがないわけじゃないんですけど、まあミルクティー色ってね、みんな勘違いしてると思うんですけど、ミルクティーっていうのは紅茶ですよね。紅茶って赤茶でしょ。赤みが少しあった方がミルクティー色になりやすいんですよね。でものすごく綺麗な色になっていて、でこれは10日じゃないですか。で27日の記者会見で、まあ、金髪だったということですよね。チェコオープンの決勝の時には金髪にっていうことなんで、まあ、10日ぐらいで多分抜けちゃってると思うんですよ。まあ抜けますよね。で抜けた時の色がこちらですね。こちらなんですけど、まあ見えないと思うんで、こう画像貼っておきますね。これかなり明るいと思うんですよね。あ、ここまで抜けちゃうんだっていう感じだと思うんですよね。そしてその後のインスタで、まあ、元に戻しましたっていう画像が出てきます。でこれもね、すごく可愛いんですよ。画像貼っておきます。すごく可愛いんですけれども、実物とは異なりますって書いてます。本当可愛いですね。これもね、これ最初のミルクティーよりもさらに赤みの少ない感じなんですけども、まあ、もしかしたら画像処理でなってるのかもしれないし、カットもね、もうちょっとこうショート系のスタイルに変わってまして、まあ、非常に可愛い感じで撮られています。で、この後はですね、金髪になってないので、多分こう抜けたらすぐ行ってるのか、まあある程度一回暗くボンとしたのか、わからないですけど、まあとりあえず今のところは落ち着いていると。いうような感じだと思います。それですね、これが失敗なのか
成功なのかっていうことなんですね。まあ、話題を提供したということであれば成功であるんですけども、まあ、それと美容師とのこの仕事、美容師の仕事として成功しているかどうかっていうのはまた話が別で、これが成功なのかそうじゃないのかっていうのはですね、カウンセリング時の持っていき方というか、そういったところにね、要点があると思うんです。で、まず成功のパターンっていうのは、例えば初めてブリーチしましたってことはですね、ブリーチしてあの色にしたいっていうことだったと思うんです、平野さん自身がですね。だけれどもこれどう見ても仕上がりレベルで言うとどうでしょうね、僕の主観だと9、10レベルぐらい、9、10、11ぐらいあるのかな、9、10ぐらいのレベルだと思うんですけども、この色にブリーチしている、ブリーチしてこの色入れてるわけじゃないですか。で、実際ね、この前の色っていうのもだいたい9レベルぐらいなんですよ、色的には。普通のカラーだと思うんですね。で、その時のカラーリングの状況を見ていてもですね、そんなに変な色っていうか、もうちょっと明るくしたいなとかっていう感じなのかな、まあ自然な多分7、8レベルぐらいのカラーリングをされていたんだと思います。もしかしたら染めてないのかな、でも多少染まってるので、7レベル、8レベル、9レベルぐらいの普通のカラーをやってたと思うんですよね。で、それで初めてブリーチしましたって言ってあの色になっている、成功パターンとしてはブリーチがしたい、例えば仕上がりのイメージ、これはですね、ブリーチが必要ですと。で、ブリーチをします。で、ブリーチして色抜けちゃうよ、すごく明るくなっちゃうけどいい、それも楽しめる、楽しめますっていう感じだったら OK だと思うんです、成功パターンだと思うんですね。逆に失敗パターンっていうと、まあ、まさかあんな色になると思ってなかったっていうところがミソかなと思うんですけど、じゃあブリーチしようねって言ってですね、ああ綺麗な色になったねって、仕上がりは別にいいんですよ。で、抜けてきて金髪になったのが予想外だったっていうのが失敗パターンですね。どういうことかっていうと、僕自身ですね、ブリーチをしてほしいって言われた時に、まず仕上がりの、色がですね、ブリーチをしないと出ないのか、普通のカラーでも出せるのかっていうところがブリーチするところの判断なんですよね。例えばですけど、赤みがあって自然な色だったらばブリーチしなくてもできますよっていう話はします。ただもっとこう透明感のある色は、暗くても透明感のある色がやりたい、じゃあブリーチが必要だねって言ってブリーチに、まあ、行くわけですけど、その時にですね、抜けた時のことをですね、どれほど美容師が考えてるかっていうのが成功か失敗かっていうところに、かかってくると思うんですね。で、抜けちゃってもいいですよ、それも楽しめます、暗いところから明るくなってくるのも楽しめます、じゃあしようねっていうのは成功パターンです。で、そんなに抜けちゃうのっていうのが失敗パターンなんですよね。じゃあどういうふうにしたらいいかっていうと、その仕上がりイメージのところよりも、まあ2レベルもしくはもうちょっと3レベルぐらいのトーンアップをしといて、要するにですね、赤が抜ければいいわけですよね。だからちょっとこう金っぽくなるところでいいわけです。少し赤みが残っても別にいいので、その辺までブリーチもしくは、まあ、普通のカラー、ライトナー等にブリーチを例えば 10% とか混ぜてやっておいて、まあ平野さんの場合だったら12レベルぐらいですかね、金髪までいかないかないかなっていうところぐらいまで、絶妙に抜いておいて、で、赤みを消さないようにアッシュ系のものをかぶせてミルクティーにしておけば、仕上がりのイメージ的には同じだと思うんですよね。ただ抜けてきてもまあそのくらいっていう感じになって、あ、抜けてきちゃったんです、赤っぽ明るくなっちゃうんですねって言って終わると思うんですよね。ただ仕上がりが9、10レベルなのに、もうどう考えても14、5レベルぐらいまでぶち抜いてカラーリングで、しかもこう抜けてきたような色を見ると根っこからもうまるっきりドブリーチじゃないですか。あの状態でぶち抜いて
90レベルまでこうね、まあ45レベルぐらい落としてカラーを作って仕上げて、はいすごいいい色できましたって言ってもですね、それは抜けてる時のことあんた考えてんですかっていうことになるじゃないですか。僕だったらばやっぱりテレビに映る人だし、そういうカラーは僕はしないですね、うん、だから僕の主観としては、まあ、どの美容師さんのどういう方がされたか、原宿の美容室とは書いてありましたけど、まあ、有名な方がやったのかもしれないし、僕はどういう方か知らないし、その方が、偉いかどうかも全然知らないし、だからどうだってことはないんですけど、僕は平野さんのあの金髪になったダブルカラーは失敗だったんです。それはもう美容師の、まあ、僕はエゴだと思いますね。ブリーチをしてほしい、じゃあぶち抜こうみたいな、なんでぶち抜く必要があるのかっていうことではないですか。赤みがこう微妙に抜けてくればクリアなあの透明感のカラーできるわけだから、よくインスタにあるように白くしようとかっていうのはまだ話は別ですけど、平野さんぐらいのこの9レベル10レベルぐらいの仕上がりのダブルカラーで、そんなね、あの猫からブリーチぶち抜くような必要は全くないと思います。12、3レベルぐらいのなんとなく赤が抜けたぐらいのところまで抜いておいて、根元はさらに、まあ、少し赤みが残っても OK なんで、もう少しこうトーンを落として、リタッチをして、で上からかぶせておいて、抜けても11レベルみたいないうところでやるのが僕は正解なんじゃないかなと思うんですね。でなんでこの動画を撮ろうかかなと思ったのは、最近そのすごく暗い仕上がりのダブルカラーがすごく多いじゃないですか。で、あ、もちろんもうね、はっきり白くしようみたいな、はっきりしようみたいなカラーもあるんですけど、結構暗めの、8、9、10レベルぐらいのダブルカラーの仕上がりのがすごく多いんですよ。だけどね、それなのにもかかわらず、すっげえ明るいとこまでもう15レベルとこまでぶち抜いてる、ぶち抜いて色をこう5レベルぐらい下げてカラーを作っている美容師がすごく多いんですね。で、まあどこの美容師に影響されてるのかわかんないですけど、まあね、どっかハイソなところのね、美容師さんの影響を受けてぶち抜いてやってるのかもしれないけど、僕はそれは間違ってると思います。で、間違ってないパターンがさっき言ったように、暗く仕上がりが暗くなっても、徐々に明るくなって金髪っぽく金髪になっちゃっても、それが楽しめる、いやもう金髪も全然 OK ですっていう人だったら成功っていうパターンですね。じゃあそしたら最初は暗くするんで、バーって抜けてきちゃったら、じゃあ今度その明るい色で一回色入れてみようよとか、まあそうやっていろいろこうブリーチをしたことによって楽しめるならば成功です。ただ平野さんの場合には楽しめてないですよね。もう前の色に戻りたいって言ってるわけだから、だから僕は失敗だと思います。これは僕はもう技術レベルとかそういうものじゃなくて、カウンセリングの、意思の疎通が取れてないと思いますね。まあ単純に、今日どうしますか、ブリーチしたいです、この色にしたいです、いやいいですね、やりましょうでやっちゃってるんじゃないかなと思いますよね。でその先に、じゃ平野さん、ブリーチすると色やっぱりその時すごく綺麗な色が出るんだけど、どうしても抜けてきちゃうから、金髪まで抜いちゃうとやっぱりどうしても金髪になっちゃう、で世界選手権とかでテレビとかも映ると思うんで、そこまで抜けないぐらいのダブルカラーで一回させてもらってもいいですか、抜けてもこのくらい、まあ、色入れるときはこのくらいでもね、普通のカラーリング今までやったと思うけど、そのカラーに比べて全然透明感が出るし綺麗な色になりますよ、一回そこでやってみませんかって言って、あ、じゃあそれにしてくださいって言って平野さんも納得してやったなら成功。いや、もう金髪になってもいいんで、すごく明るくして、でこの色にしたいです、で抜けてきたのも楽しめますって言ったら成功。失敗パターンは、あ、いいですねって言ってやって、こんな色に抜けちゃうの、これ失敗ですね。そういうことです。要するに綺麗な色を作ってダブルカラーをして綺麗な色を作ることが成功じゃなくて、そのね、だって1週間で抜けちゃうわけじゃないですか。その先にあること、その人のライフスタイルとかそういったことも考えて、やはりこうカラーっていうのはやらないといけないし、さらにあのブリーチをぶち抜いて、まあ、それは楽しいかもしれないけど、根元もですよ、まあ、大体ね、毛先塗って根元塗るんですけど、最初にブリーチする時っていうのは、だけど根元もね、同じようにこう根っこからブリーチもぶち抜いて、次回
のことを考えたらやっぱりそういうことって美容師って普通やらないと思うんですよね。誰がやり始めたか分かんないけど、技術レベルとかこう考えてることっていうのがもうちょっとレベルが低すぎで、やっぱりですね、まあ毛先そのくらい抜いてんだったら根元はそこまでやらないとか、そしたら次回ね、またドブリーチする必要ないじゃないですか。次回は例えばブリーチの割合をかなり減らして根元少し赤みが残っても OK で、黒じゃなければで上からポンってかぶせてこう自然につながるっていう感じにしとけば仕事も早いし、まあ楽だし色も綺麗になるし負担も少ないと思うんですね。さらにそのどっかの敗訴な美容師さんたち、まあ、うちのスタッフもそういうところに行ってカラーとかやってくることあるんですけど、痛い痛いってかさぶたになったとか言ってるんですよ。え、ブリーチ根元からぶち抜いちゃうの、もうブリーチ根元も白髪染めみたいにぶち抜いちゃうんですよ。もうぶち抜っちゃっちゃうか、もうありえないんですよね。それってある意味そこの敗訴のところで働いてる美容師さんはね、それが普通かもしれないけど、正直言ってそういう人って地方来たら全く通用しないですよ。そんな今地方で根元にね、白髪染めみたいに、ね、もうからぶち抜いてね、いう美容師さんありえないと思うんですよね。だからやっぱある意味こう敗訴なところの美容師さんっていうのがもてはやされてるけど、そうじゃなくてやっぱもっとねこういいやり方とか、お客様の気持ちを考えたやり方とかいうのがあると思うんですよね。でそういったのが本当の美容師の仕事であり、その敗訴のところの美容師さんの仕事を見て、はいぶち抜いて真っ白とか、はい切りっぱなしボブですとか、そういうことじゃないと。それはね、トレンドの発信としてはいいかもしれないけど、まあ、僕らはそれを受け取って、形にさして差し上げる方だけれども、やはりそれをですねそのままやっていいかどうかっていうのはですね、その人のそのバックグラウンドっていうかライフスタイルとかそういったところも考えて、やっていくのが本当の美容師かなと思いますね。まあ繰り返しになりますけども、まあ、金髪になっていい、それも楽しめるっていうところだったら成功だし、まさかそうなると思わなかったっていうダブルカラーをするのは失敗だというふうに思うし、根元からブリーチでぶち抜くなんてそんないくら明るくても必要ないと思うんですよね。白金にしようと思ったってそこまで根元からこう白髪染めみたいにブリーチぶち抜くなんていうことは僕はありえないと思っています。まあ、厳しいこと言いましたけど、まあお客様に負担をかけない、そして綺麗な色にする、さらにそれが抜けた時もそこそこいい色でいられるようなことを考えて、その場だけの仕上がりって、その場だけの仕上がりってことはそのお客様掴もうとしてんのっていう感じはしますよね。やっぱそうじゃない、地方はそうじゃないですよ。地方はそうじゃなくて、やはり次に来てもらわないと顧客化できないから、顧客化することが大切なんで、もうちょっと先にあることを考えながら仕事をしていただきたいなというふうに思います。 3,2,1,9 最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てねー。